Okay, thank you. ありがとうございます。皆様今日はご参加いただきましてありがとうございます。私はロビン・ハーディングズです。ファイナンシャルタイムズの東京、ビューローのチーフです。本日はアジアエコノミックアウトルックのローンチのイベントになります。 ADB の澤田さんをお招きいただきました。非常に最近は、その混雑したマーケットになっております。世界的に地域的にも経済の見通しを考えるとかなり混み合っておりますが、 ADB のアジア経済アウトルックというのは非常に価値あるものでありまして、世界の最も重要な経済諸国につきまして見通しをいただけるものです。特に中国が中核になるかと思います。また幅広いアジア地域の発展につきましても視点をいただけるものであります。 IMF 世界銀行ではない視点も盛り込まれていると考えます。またこのプレゼンテーションにおきましては澤田さんの方からプレゼンテーションをいただきますけれども、澤田さんは非常に経験豊かなエコノミストの方で、もうずっと経済学を東京大学で教えてこられまして、 ADB には1997年に入校されました。もうチーフエコノミスト、そうですね、最初からチーフエコノミストとして ADB に入校されました。ではマイクを澤田さんにお渡しします。澤田さんの方から見通しについてお話しいただきました。後で質疑応答に移ります。では澤田さん。Thank you very much, Robin. ロビンさん、ありがとうございます。皆さんおはようございます。澤田康之と申します。ニックネームは安です。 ADB でチーフエコノミストを務めております。本日はプレゼンテーションをさせていただきますが、アジア開発アウトルックのアップデートをさせていただきたいと思います。つまり2019年度の AD をアウトデートのプレゼンをさせていただきたいと思います。こちらは ADB の中心的なパブリケーションになります。今年4月に我々 ADO を発行させていただきまして、今回は6ヶ月ほど経過いたしましたので、皆様にそのアップデートをさせていただければと考えております。私のプレゼンテーションは2部構成となっております。最初が短期的な2年間のですね、成長インフレのそのフォーキャスト、アジアの開発途上国につきましてお話しさせていただきたいと思っております。で、46カ国が ADB の加盟国でありますが、その合わせまして、最初の第1部につきましては成長とインフレのフォーキャストについてカバーしたいと思います。で、第2部につきましては中長期の問題についてカバーしたいと思います。今回は都市化について、アジアの都市化についてお話をしたいと思います。この2つについて今日はカバーしたいと思います。20、25分でそのプレゼンをさせていただければと思います。まず最初に我々のキーメッセージですけれども、全体的なアジアの開発途上国の成長はですね、今年、そして来年は 今年が 5.4、 そして来年が 5.5% へと減速すると予想しております。この地域の2大経済国が中国とインドでありますけれども、同じその傾向、つまり成長の減速が考えられます。またインフレにつきましては、食料価格が上がっておりますためにインフレ率は高まっておりますが、今年来年のインフレは 2.7% ということで、過去10年間のインフレの平均の 3.2% を下回っております。ですのでインフレの期待もですね、そのインフレもコントロールされているように思います。ですが下振れリスクがこの地域ではその発症しております。米中の貿易その紛争がそのリスクの発生源として火種となっております。また経済の減速もですね、もう一つのリスク源となっております。最後に国内、特に民間の債務がアジア経済発展途上国でですね、リスクとして浮上しております。最後に2つ目のトピックでありますが、中長期の都市化のインパクトにつきまして、我々の見立てでは成長と雇用の創出
というのは、この都市化におきまして、まあ、非常に力、強いつながりがあるわけでありますけれども、持続可能な都市の成長には、郵送部門でしたり住宅部門、また都市開発、こういったものが非常に重要な要素になります。ですので政府というのはこういったところを考えた上で都市化を進めていく必要があります。ですがこれが5つの主要なメッセージになります。では細かく成長のパフォーマンスについて見ていきたいと思います。申し上げました通り今年の成長率の見通しは 5.4% で、そしてそれが 5.5% ということですけれども、これは少し下方修正になります。で、点線が4月時点でのフォーカスになりますので、今年来年の成長率を下方修正しております。ここには3つの要素があります。なぜ下方修正したのかということですけれども、最初が世界的な成長率が低下しているということであります。現在我々は先進国のアメリカ、ユーロ、そして日本に目を向けておりますが、つまり G3 の経済を我々観察しておりますけれども、全体的な成長率もう 1.9% か 1.7% へと全体的に下がってきております。この背後に、つまり特にヨーロッパ、米国の、その成長が、低下しておりまして、まあ、G3 の全体的な成長の、減速の背後の要因となっております。また米中の長期化しております、その貿易紛争ももう一つの要素であります。3つ目の要素が、世界的な電子商品のサイクル、特に半導体、商品のですね、生産サイクルがこの1年間で減速しております。これが3つ目の要素でありまして、これがアジアの全体的な成長が、その下方修正されております背後にあります要因であります。まあ、そうは申し上げましても、国内的な投資もですね弱まっております。主要なアジア諸国で弱まっているわけですけれども、投資もで、こちらが昨年と今年の実際のですね主要な11アジア諸国における成長率を示しております。この内容をその国内の要素で増やしております。あとはその需要も一つの要素です。で、このブルーのですねそのパートがその投資を示しております。投資が成長にどれくらいその昨年今年それぞれの国でどれくらい貢献しているのかを示しておりますが、過去2年間を比較しますと、今年と昨年を見ますと、そのブルーのところがですね投資の、その貢献が減っております。11カ国のうち8カ国で、投資の貢献がスローダウンしております。一方でオレンジをご覧ください。こちらが国内消費になりますが、国内消費からの成長に対する貢献はこれは安定しております。ですので、まあ、11カ国のうち7カ国におきましてオレンジのその貢献、つまり、貢献につきましては、貢献が安定している、あるいは多少増えております。もう一つの要素としまして、成長の減速の背後にありますのがアジアにおきましてはその投資がまあ下がっているということが要素です。一方でその成長に対する消費の貢献は安定しています。それではそのサブリージョン、リージョン、ここのリージョンについて見ていきたいと思います。左上が東アジアになります。で、右下、その左下が東南アジアになります。東アジア、東南アジア、その下向きの赤い矢印が見えますが、4月からですね下方修正しております。こういったサブリージョンの多くの経済が貿易に対してオープンでありますので、またその産業構成もこういった国々ではハイエンドのその半導体、まあ、電子製品の比率が高いということもありますので、世界的な半導体のサイクルが低下しておるということもありまして、また世界貿易の向かい風もありまして、この2つのサブリージョンは全体的にスローダウンしております。そして右上ですけれども、これが南アジアになります。南アジアも同時に下方修正を行っております。主な理由というのが、最大経済国がその南アジアだとアジアになるわけですけれども、成長が減速しております。で、このアジアの成長の減速の主な理由は、幅広い国内の消費、また投資、そして産業の落ち込みになります。中央アジア太平洋地域につきまして、こちらは上方修正しております。
その中央アジアにつきましては最大国が最大経済国がカザフスタンになりますけれども、成長率はかなり強い状況であります。この背後にありますのが国内投資が非常に活況であるということであります。特に公共投資がここの最大経済大国の成長率を押し上げております。また太平洋地域においても情報修正を行っております。最大経済国がパプアニューギニアとなります。ここではより強い成長率を予想していたよりも示しております。またパプアニューギニアは地震が襲われまして、そして天然ガス、その他の産業が非常に大きな影響を受けましたけれども、天然ガスセクターが現在再建されております。そして回復が我々の予想よりも上回っておりましたので、 P&G の成長率を上方修正しました。したがいまして、この太平洋地域のサブリーチョン全体の成長率も上方修正いたしました。それでは物価の方に行きますけれども、全体的なインフレ率は若干上方傾向にあります。 2.7% 今年来年と続くと考えられております。この上方傾向の根拠というのは食品価格の上昇、特に豚インフル、特にそのミッドマーケット、中国のミッドマーカーがマーケットが影響を受けております。でこのような形で影響を受けで、このインフレ率は 7% というふうに設定をしております。しかしながら 3.2% が来年の見通し、失礼、10年間は 3.2% でありましたので、非常によく統制をされていると言えるでしょう。それでは次にこの潜在的なリスクについてお話をしてまいりますけれども、主なものは米中の貿易緊張からもたらされております。でこの2カ国の貿易緊張およびさまざまな関税措置のやり取りが加熱しております。でまずですね、こちらの方をご覧ください。9月の1日時点の状態になりますけれども、この数字が中国輸入製品あるいは中国からの輸出製品に対して米国が課している関税額となっております。またブルーのカラーのサイズですけど、こちらは中国から米国への輸出額あるいは米国の中国からの輸入額になります。でこういったものが関税にかけられているものになります。でこのダークブルーのところがこの関税措置の額になります。で現在34億が米中国からの輸入額において 15% から 25% の関税を課せられております。中国政府がこの米国の関税措置に対して報復措置を取っております。117あるいは118ビリオンの製品が中国から米国に輸出されておりますけれども、中国当局がその米国からの輸入に対して関税をかけています。でこれが現在の状況でもあります。ですでにトレードエスカレーションに関してはこの2カ国の間での2国間の財の取引は 30% の関税がかけられておりまして、最悪の場合はこれが最大ということになります。でそのオリジンにかかわらず全ての自動車製品が米国に輸入された場合には全ての製品に対して米国政府は関税をかけているという措置が取られております。でこれが明確になっております。これは自動車あるいは自動車部品に課せられている措置になっております。でこのエスカレーションが、1年ほど前に始まったわけですけれども、厳密に言えば、昨年
書から始まっております。でこの中においてその国境をまたがっての取引に影響を受けております。で中国の経済はその結果減速をしております。こちらの方がその中国からの米国への輸出額になりますけれども、ご覧のように減速をしております。また中国から米国への輸出はその電子機器あるいはそのマシナリーに集中しておりましたので、ここが影響を受けております。で中国を除くアジアの発展途上国は米国への輸出額が 10% 伸びておりますということで、貿易のシフトが見られるということになっています。でこういったその関税処置などによって、中国からアジアの他の地域への貿易シフトが起きているということです。例えばベトナムが 30% の増加を輸出が見ているわけですけれども、こちらの方が半分以上がエレクトロニクスあるいはマシーナリーというものになっております。またバングラディッシュの輸出も米国に向けて 13% 伸びております。こちら副食品ということになるわけですけれども、こちらの方はアパレルあるいは服飾製品ということがほぼ全てを占めております。でこのようなトレードのシフトというのは比較的そのアジア地域の中国を除く地域においてはメリットをもたらしているんですけれども、その結果、中国の輸出が下がり、そしてその経済に対しての影響が出ると、その他の地域においてもマイナスの影響が出てまいります。ですのでグローバルのサプライチェーン全体に影響を受けて、産業あるいは生産者がアジア全体において影響を被っているということになります。しかしながらそこにはプラスの、例えばトレードのリダイレクション、貿易のシフトにも見られるわけであります。データを見てご覧いただき分かりますように、このインプットとアウトプットの関係性というのは非常に密接な関係があるということです。で、ADB の非常にユニークなデータというのが、そのアジア経済のユニークなその立場というものを示しております。で、9月1日の現在のレベルがまず第一のシナリオ、そして第二のシナリオというのが最悪のシナリオということになりまして、中国米国の貿易摩擦の結果、関税障壁が 30% にまで引き上げられて、そして経済が減速していくということになります。で、第一のシナリオにおいては中国の GDP が下がっていきます。 2,3 年の蓄積では 0.6% の GDP の低減ということがもたらされるでしょう。で、現在のシナリオもそういうことになっております。しかしながらそこの他のアジアの経済はメリットを被ります。しかしながら厳密に言えば我々の予想ではほぼその影響はゼロに近いものになっています。しかしデータをご覧いただければ、直接プラスマイナスの影響あるいはその貿易のインパクトというのは若干プラスの傾向を示しているということになります。で、このようなパターンが我々のデータから見出されるわけです。そして最悪の場合には質的にも同じトレンドが見受けられます。こちらの方がエスカレーションシナリオがどのようにして中国の GDP に影響をもたらすかということですけれども、 1.2 あるいは 1.3% の GDP の低減が中国で見られると予想されます。その他のアジアの経済地域においてはプラスのインパクト、特にベトナムにおいてはここ 2,3 年の間に GDP が 2.3% 上昇すると考えております。ですのでこの 1% ずつ毎年上がっていくということになって、そして最終的には 3% というふうに予想しているわけです。で、こちらの方の例えばグリーンのところがエレクトロニクスあるいはマシーナリーということです。あるいはテキスタルあるいはそのよりアパレル向けの産業ということになります。しかしながらその幅というのはわずかなものになります。
ですので、これがその貿易のシフトの影響の結果ということになります。中国からその他のアジア経済地域への貿易のシフトが見られる結果が我々の予想ということになります。そしてまたこれは不透明性も伴っております。例えば政策あるいはこういった貿易政策ということに関してはいつもさまざまな会話やあるいは交渉などが行われることによって変動するわけですけれども、投資に対してはマイナスの影響があるというふうに考えております。というのも各国結果を見て待つという状況にあります。そして各国が経済刺激政策、例えば金融あるいはその経済政策においても採用するであろうということも予想されております。他のリスク源ですが、米中貿易摩擦以外のリスクとして我々が特定しておりますのが、その先進国における不況です。特にヨーロッパを中心とした不況であります。他にも中国経済の減速もリスクであります。また国内を見ますと、その民間債務が増えておりまして、これが一つのトレンドとなっています。中国の企業セクター、そして家計部門、韓国、タイ、マレーシアのその家計部門の債務が GDP に対して比率として増えております。ですのでこれも潜在的なリスクとして指摘できます。ではここでテーマチャプターに移りたいと思います。長期的な観点での課題です。まず一つ目に、最初は今年来年の2年のですね、そのフォーカスについてお話をしましたが、これからは中期的長期的な課題についてフォーカスしたいと思います。それはつまり都市化の問題であります。都市化がアジアにおいてこれをどのように包摂的にするのかということです。雇用市場におきまして包摂性をどうすれば担保できるんでしょうか。ではデータを紹介します。過去50年にわたりまして都市化のスピードがアジアの開発途上国におきましては加速化しております。平均的に 3.4% その人口が都市部ではこの50年で増えております。このペースというのは他の新興国よりも他の新興国だったり先進国を上回っています。アジアの中で特に東アジア、そして東南アジアがその都市化のスピードが比較的速くなっております。全体的なアジアの都市部の人口が4000万が180億へと、そのつまり50年間で都市部の人口がだいたい5倍に増えています。この都市部の人口の拡大は今後もそのペースは落ちるもののアジアでは続いていくと考えられます。これがビッグピクチャーです。都市化というのがメガトレンドとして我々は観測しております。ではどういうパターンをこの急速な都市化から見ることができるでしょうか。都市化を理解するために一般的に使われておりますのが一般的なソースのデータになります。それは行政区のその境界線になります。ですが実際の都市化はどんどん進んでいくわけで、その行政区の境界線には関係なく都市は広がっていくわけです。ですので都市化の現実を理解しないといけません。ですのでそのために衛星写真を我々は活用いたしました。夜間の衛星画像を使いまして、そうしますと世界は地球は真っ暗なわけですけれども、都市部は光が見えるわけです。ですから光があるということ、また光の強度に応じまして都市がここであるということを衛星からですね、体系的に特定できるわけです。この夜のその衛星画像によって都市を特定し、また実際の地上でのですね、人
行 の, 位置データも組み合わせまして、その人がどこにいるのか、そして都市のサイズをアジアにおいて特定しております。結果として我々が特定しているのが1459のナチュラルシティ、つまり自然発生的に生まれたナチュラルシティを我々は特定しました。夜間の衛星画像とその地上の人口の位置情報についてをもとに特定したわけです。でこの右側のイメージですけれども、これは事例になります。上の2つのチャートが1992年のフィリピンのセブ、この同じ都市がこの都市群、都市クラスターが拡大しているということを示しています。つまり行政区の その境界線を越えて都市群が増えて拡大しているということを示しております。つまり沿岸部で都市部が拡大しています。で真ん中がインドのコルコッタです。この都市部が92年から2016年までの期間で大きく拡大しております。これは行政区の境界線を超えて拡大しています。で下の2つのチャート、これは上海の、エリアになります。上海の周辺部も含めたエリアになりますが、1992年は、その点在していますね、この都市が。ですがこれが、どんどんまあつながってメガシティクラスターとなっています。これが全体的なトレンドでございまして、以前は散発的な都市クラスターがアジアには点在していたわけですが、現在ではそれぞれの都市がその大きくなってしまいまして、そして隣の都市とつながりまして、より大きな都市クラスターが生まれております。我々のデータを見ますと、多くのその都市クラスターがあるわけですけれども、1000万人以上の人口がいる都市クラスターが複数あります。28の都市クラスターがこのアジアの開発途上国につきましてはその大きなもので特定できております。今東京というのはその太平洋ベルトの都市クラスターの一部で、東京、大阪、名古屋、福岡をつないでベルトと呼んでいますが、データをもとにですね、東京もそのようなクラスターになっています。こういったトレンドを我々見つけています。ですから都市化がどんどん進んでいるわけですけれども、都市化の進捗の、その形というのは、個々の都市クラスターが複数組み合わされまして、より大きな都市クラスターになっています。では都市の中ではどうなっているんでしょうか。都市クラスターの中を考えますと、見ていきますと、アジアの都市クラスターというのは大きな恩恵を得ています。つまりその都市ができることで人口密度も増えることで恩恵を得ています。これはいわゆる集積経済の利益を享受しているということであります。その集積経済がこういう都市、そして都市クラスターでによって享受されているわけです。で左側のグラフがですね、賃金のレベルになります。同じタイプ、同じ年齢、同じ性別、同じ学歴、同じ職業の労働者の収入がどうなっているのかを比較しております。で分かったのが、都市のサイズが大きければ、同じ人が、大都市に住んでいれば、賃金はそれだけ大きく高まるということが分かりました。ここで示しておりますのが、都市部のプレミアムです。同じ人間が、地方に住んでおりましたら、その方が都市に住んでいた場合、地方に住んでいる場合と比べて賃金プレミアムはどれくらいなのかを見ております。そのプラスのウェジプレミアムが都市にはあるということが分かっています。この賃金プレミアムがこの赤ですけれど、ブルーですけれども、大都市に住んでいますと、地方がオレンジですけれども、このウェジプレミアム、賃金プレミアムが高いことが分かります。ですからその労働者はそのこういった都市化からこういう恩恵を得ているわけです。大都市に住んでいれば賃金レベルが大きく高いという、大きくなっているということです。例えば都市、田舎、地方に住んでおりますと、その賃金が低くなるというトレンドが見て取れます。で右側のチャートですけれども、これが農業です。その企業ですね、企業のイノベーションを示しております。アクティブに R&D を行っているのか、またイノベーションがどうなっているのかを示しています。大都市の企業が青、そして
小都市の企業がオレンジということで比較をしております。このチャート、あとは他のデータを分析しても分かるのが、非常に力強い集積の経済利益が大都市では享受できているということが分かります。ですが、ここにはボトルネックがあります。つまり交通渋滞が大きな問題になっています。私もマニラのメトロからやってまいりましたが、マニラのメトロの交通渋滞も本当にひどくてですね、そのこういった交通渋滞を比較するために Google マップのデータを我々活用してみました。ピークタイム その移動について比較をしてみたわけです。オフの時とピークタイムで比較をしました。どれくらい時間がかかるのかということですけれども、で同じ都市でいろんなルートを比較しまして、そして、その混雑インデックスを作りました。赤が平均的なですね、交通渋滞インデックスになります。アジアの開発途上国都市の平均値になります。マニアのメトロエリア、ダッカ、こういった大都市におきましては、こういった都市クラスターの中心は非常に交通渋滞がひどいということが分かります。ですので、これが一つ目。そしてもう一つ、また従業員がそのどういった住宅に住んでいるのか、住宅の価格が手頃かどうかということを確認するために、まあ、年間の収入に対する住宅価格を比較しました。通常は年間に4年分の年収が通常の住宅価格になっている。それがアジアの水準なんですけれども、その全般的にそのこの開発途上国ではこの比率というのがだいたい5から6というふうになっています。ですが、アジアの都市の場合は大都市であろうとも中小の都市でありましても、この比率がですね、もう本当に10を超えているわけであります。このような形でこの住宅取得能力がどうなっているのかということが分かります。生き生きとした都市の潜在的な経済メリットをどのようにして把握するかということでありました。ではこれはどういう意味なのかということですけれども、こういったボトルネックを排除していくということが大変重要であります。例えばこの公共交通機関などを東京で見た場合に、この私の自宅から最寄りの駅までは10分間の徒歩です。そしてまたその職場までの駅は20分ということになりますので、まあ、30分かかるということで、例えば今朝10時にここにやってくるためには十分に予測が可能であるわけです。そして例えば洋服を着替えて歯を磨いて、そして駅に向かえばいいということになります。非常に効率的で、そして効果的なその交通制度を整えているということは本当に重要なことであります。でこのようなアジアの開発途上国においても、こういったところを整備していけばギャップを埋めることができます。また住宅取得能力、あるいはその購入可能な住宅を整備するということも重要な点でもあります。もちろん土地の規制、あるいはその土地計画というのも十分に慎重に施行していかなくてはなりません。またその小さい都市で住んでいる住民、あるいはそういったところ、さまざまなこの都市のインフラなどによって受けるプレッシャーなどもありますということで、そのこのインフラの整備というものが政府にとっても非常に重要であります。このようなところを整備していけば、都市の環境というものは十分に持続可能性を持つものになります。そしてまたこういった都市特有の問題においては、例えば公共機関のインフラ、あるいは住宅のインフラを整備をするということ、そしてそれぞれの都市がそのクラスターを形成しているということもありますので、クラスをまたがった形での調整が必要になります。インターシティの接続性というものも促進をされる必要があります。適切なインフラを整備することによってです。そしてそれを実現可能にするためには、例えば空間のプランニング、あるいは経済的なプランニングというものも各自治体、
あるいはその他の行政担当組織と十分に調整を取っていく必要があります。ということで特別テーマのお話でありましたけれども、ここには5つのキーのメッセージがありました。この改訂版においてはですね、まず第一にアジアの開発途上国が成長率が減速しているということです。特に中国インドの経済大国で、まあ、減速が大きく見られるということです。しかしながら中国は 2.7% にインフレ率が若干上昇してありますけれども、十分に統制されております。またその後ろには3つのリスクがある。1つはその米中の貿易緊張、そしてまた世界経済の下降傾向と、そして国内の債務問題というものが潜在的なリスク可能性ということになります。また中期的には都市化の問題があります。こちらは持続性可能性があるものでなくてはなりません。そして住宅取得可能性というものも政府の下支えが必要となっております。以上で私のプレゼンテーションを終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。それではここから質疑応答の時間に移らせていただきたいと思います。皆さん手を挙げて、そして前に進んでお名前と、そして組織、所属団体組織のを述べていただければと思います。それではどうぞ。 Thank you.ありがとうございます。私インドネシアからの俊弘リチャードから待っております。インドネシアのトリビューンペーパーからです。ちょっと混乱しておりましたのが、ページがないのでわからないんですけど、このグラフです。でこちらの方がもし貿易摩擦がそのまま継続するならば、あ、そうです、このグラフです。このグラフでは GDP がアジアのですね、あるいは ASEAN の国々が情報傾向、ベトナムは良好である 2.31 ということであります。しかしながら、そのプレゼンの最後でキーメッセージではアジアの開発途上国の見通しが下がっているということであります。 GDP は上がっているんだけれども、アジア全体の下方見通しということになってしまっています。これは主にインドあるいは中国が要因となっているのではないかと思われますけれども、これなんでなんでしょうか。 GDP が増えてかなりですね、しかしながらその恩恵の見通しが下がっているというのは何でなんでしょうか。もちろんこういった貿易摩擦というのは日本、韓国、米国、中国の間で起きているということは分かります。しかしながら私の国インドネシアにおいては、もう一つの質問なんですけれども、ちょっとよく分からないんですけれども、ページがよく分かりません。こちらですね、これちょっと2番目の質問を少しお待ちください。質問どうもありがとうございます。こちらのサブリージョンの成長見通しの数字があります。こちらの今回が改訂版の数字になっております。例えばベトナムの場合には4月には 6.8% の成長率を見通して、それを変えております。来年は6.7% ということです。しかしながら東南アジア全体としては下方修正をしております。そして来年はやはり若干の下方修正ということです。まあ他の国も下がっているからです。でこれがその2年間の成長率の見通しということになります。しかしこれに加えて、これが私どものベースラインのフォーキャストというわけではありません。もしこの貿易摩擦が過熱したならばどうなるかということであります。これは仮説的な見通しでありますけれども、別に行っております。でこちらの方のチャートが我々のその指摘事項をまとめているものになります。米中の貿易摩擦というのはこの2国間での財、例えばオートであったり、あるいはエレクトロニクスなども含めているわけですけれども、これはあくまでも仮定的なものになりますけれども、でこのような仮説的な仮説のもとにおいては、この3つのチャンネル、
この直接取引、それから生産性の低減、それからその間接投資もサプライチェーンネットワークを通してまた下方修正されているということであります。中国の輸入も下がってきているということで、その貿易のシフトが起こり、そして米国の市場に向けての拡大を図られているということです。で、こういうことで軽量的なアセスメントを行いました。そして ADB のインプットアウトプットテーブルということになります。これが私どもの計算の結果ということになるわけですけれども、こういったその貿易のシフトの結果、つまり中国から米国への輸出がベトナムやあるいはベトナムの米国への輸出にシフトしてきているという状況なども見られます。それからまたベトナムの GDP がその他のカタリスト、仮にですけれどもこの貿易摩擦が最大規模まで加熱した場合には今後 GDP が 3.3% まで伸びる可能性があり得るということです。もちろんその他のその不透明性の問題もあります。それからそれぞれの国の政策もあります。でそれはここの中には入っておりません。しかしながら GDP とこういったその貿易政策といったものを2つ比較をしております。そしてその結果差が3.33、ベトナムは 33% という結論に至ったわけです。こちらの方が来年度に向けて その我々の見通しということになります。日経の現地為替と申します。2つについて1つ質問があるんですけど、2つのことについて1つ質問があるんですけれども、この地域の他の緊張についてですけれども、米中の貿易摩擦について主に話をされました。ですがまず一つ目に教えていただきたいのが、日本と韓国のその緊張についてコメントいただけませんか。特に韓国に対するインパクトについて、民間のエコノミストによりますと、韓国は不況に陥るのではないかというふうに言っています。どうでしょうか。韓国は下方修正されていますけれども、でもこれはですね、不況とまでは言えない下方修正です。ですので韓国についてコメントいただけませんでしょうか。日本とのその緊張の結果の韓国へのインパクトはどうか、それが一つ目。二つ質問があるということですか。あ、はい、まあ実質的に二つ、じゃあ二つ目の質問は後でお願いします。はい、非常に重要なご質問いただきありがとうございます。日韓の貿易の、緊張も今は大きな懸念であります。そしてこれはその米中の貿易摩擦の最中で起こっている貿易の緊張であります。最近は2国間の貿易がスローダウンしています。この1年間で韓国と日本の間でも貿易量が減ってきています。また電子機器、半導体の貿易もそのスローダウンしております。もう一つの側面としましては、その観光客、韓国から日本への観光客数も大きく減っています。日本から韓国への観光客数は全体的なデータを見たところ、インパクトはもっとマイルドです。これまだ今の段階はまだ早期ですので、韓国の経済に対するインパクト、日本経済についてのインパクトはどうなるのか、まだ今この時期早々かというふうに思います。まだ状況発展中ですので。ですがおっしゃるように、このスローダウン、つまり電子機器、半導体貿易のスローダウンというのが見られますので、これは潜在的な懸念でありまして、これはハイエンドのその製造業にも両者側で影響がある可能性があります。これは確かに非常に重要なポイントでありまして、より自由な、そして な貿易、投資環境が必要であります。米韓というのはその
第二次世界大戦後の貿易体制から大きく恩恵を受けてきました。そして投資が大きな役割をこの過去50年で経済のその奇跡を起こすにあたりまして大きな役割を果たしてきました。ですのでそれが日本と韓国の現状だったわけですから、もっと有効的な、そしてもっと自由な経済的な関係を促進するのが重要だと思います。韓国の下方修正には日韓の緊張も含んでいますか？いいえ、今のところは含んでいません。この下方修正は韓国の成長率の下方修正につきまして、今回は 2.5、 4月が 2.5、 これを 2.1 に下げていますが、この中には日韓の貿易の緊張は含まれていません。ですが全体的にこの電子機器半導体のサイクルが韓国経済に影響をもっと与えているというふうに我々は見ております。他の経済圏よりもその韓国への影響が大きいということで韓国は下方修正しています。シンガポールのストレートタイムズのウォルターです。3つ目のスライド、アジア海洋途上国の成長の見通しについてですけれども、日本のフォーキャストについて情報修正になっていますけれども、日本と韓国というのは、今緊張関係でありますが米中の貿易緊張がありまして、あと日本は消費税も増税になりますが、そういった中でなぜ日本について楽観的なんでしょうか？実際この情報、日本の情報修正ですけれども、これは我々にとってもサプライズであります。 0.8 ポイントの成長、4月の 0.8、 これを 1.2 に情報修正しておりますけれども、これは主に第二四半期の日本の消費が我々の当初の見通しを上回ったからであります。ですので情報修正いたしました。でこの背後にあるこの消費が増えた要因はですね、ちょっと特定するのが難しいんですけれども、もしかしたら今後の増税、消費増税を見越してですね、その消費者の方々が消費を増やしているという様相もあるかもしれません。とは言っても我々この消費税が増税になったとしましても、これですぐに消費が落ち込むということはないと思います。前回のようなことにはならないと思います。なぜなら政府は非常に注意深くこの潜在的なネガティブな結果に備えておりますので、政府は非常に注意深く計画してを立てておりますので、前回のようなことはないというふうに思います。10月以降前回のようなことはないと思います。とは言っても我々この情報修正というのは力強い消費が背景にあります。また人々のですね、政策の変更への対応だと思います。これは米中の貿易摩擦を相殺して余りある効果ということでしょうか。日本につきましてこの不確実性についてコメントは難しいんですが、3つ直接間接の貿易シフトのインパクトもありますが、全体的に日本は他のアジア経済国と同じように日本に対するインパクトは全体的にはゼロに近いんですが、どちらかというとプラスです。これは我々の見通しでありまして、またそれとは別にそのこういった日本につきましては Q2 の状況というのは我々もその期待していなかったその力強い消費です。他にご質問ありますか？はい、どうぞ。私の質問の2つ目ですけれども、その成長の今回香港の成長率の修正ですが、スピーチでは香港についてあまり触れられませんでしたが、下方修正を抑えています。2019年は 0.3% で、来年が 0.3 からまた変えてきておりますが、香港についてですね、なぜこういう香港はこういう数字のをフォーカスされているんでしょうか。このプレスカンファレンスはずっと香港でされていたんですけれども、おそらく初めて東京でこのカンファレンスをされているのは香港の問題が原因で東京にこのカンファレンスを伝えているんでしょうかね。今回が初めてではありません。前からも東京でこのプレスカンファレンスはやっております。
4月も東京でやりました。もう ADB に2017年にですね入校しまして、年に2回香港に行って ADO、ADO アップデート香港でやっていたんですけれども、ですがおそらく我々は思ったんですけれども、もっと多様化が必要であろうと考えまして、ローンチの場所を、香港だけではありませんで、シンガポールだったり、まあ、タイ、バンコク、東京というふうにどっかに増や、分散させようと思ったわけですが、私はもう個人的に東京がいいかなと思いまして、日本のオーディエンスにもメッセージを届けたいと思いましたので、今回あの香港で政治的な状況が悪化したから、こう東京に移ったのではありません。また今回、まあ、東京でやっております理由は香港の状況とは無関係です。まあ、ですが、まあ、香港のスローダウン、下方修正が今年来年両方やっていますけれども、米中の貿易摩擦、そして世界経済の減速、そしてその他にも電子機器、半導体のサイクルが香港にも大きく影響を与えています。なぜなら香港というのは海外貿易に大きく依存しているからです。ですから、その香港につきましても下方修正をしています。また他には、まあ、政治的な、まあ、混乱が要素でありまして、香港では政治的な混乱が続いておりますので、全体的な、判断としまして下方修正しております。そういった理由がありまして、これは香港は大きく 2.5% から、その 2.5% がマイナス 0.3 としています。で、来年につきましては電子機器半導体サイクルのがその改善すると見ておりまして、また政治的な問題も軟化するというふうに考えております。この下方修正の中身のうち政治的な要素はどれくらい入っているんでしょうか。それ分析内訳を示すのは難しいです。ですが政治的な要素は小さいと思います。まあ、ですが具体的な何パーセントがその政治的な要因かということを具体的に分けることはできません。ですけれども、ほとんどのインパクトがの理由はですね、まあ、下方修正の主な理由は世界的な経済のスローダウン、あとは半導体、電子機器のサイクルのスローダウン、そしてまた同時に米中の貿易摩擦です。 OK、yes. どうぞ。このアジア都市のメリット、この集積の経済からもたらされるメリットについて質問したいと思います。インドネシアにおいてはプレミアムがマイナスになっているんですけれども、これはどういう意味でしょうか。またこのグラフの下、この障壁があるということも書いてあります。メリットを刈り取るためにはということでありましたけれども、どういうことなんでしょうか。ジャカルタがその混雑していない、渋滞していないという指標が示されているのでちょっとびっくりしているんですけれども、ありがとうございます。初めの質問に対しては、これはちょっとテクニカルな問題でして、比較したのはその地方とオレンジのバーが小都市に住んでいる労働者と比較しております。まあ、若干マイナスにはなっておりますけれども、統計的にはゼロになります。それはつまり同じ、まあ、例えば性別、それから例えば教育背景があった場合に、その小都市あるいは地方に住んでいた時には基本的に同じ賃金体系、賃金レベルであるということであります。で、一つの解釈の方法としては、労働者が小都市に住んでいた場合に、あるいはその労働市場がインドネシアにおいては地方も非常に密接につながっているということです。短期的あるいはその中期的なレイバーモビリティということに関しては同様の傾向を示すということであります。しかしながら地方あるいは小都市の労働者の賃金体系に差はそれほどないということです。同じような性質あるいは要素を持っていた場合にはということになります。こちらの方は Google の地図を使ったデータを元にしておりますけれども、2019年のものを採用しております。で、ここではその今朝3時あ失礼朝3時に、これはオフピークの時間帯になります。で、ポイント A からポイント B に行くまでにどのぐらいかかるのか、
例えば何分かかるのかを計測いたします。3時ですので、これはオフピークの時間になります。で、例えばピークタイムの時間を測りますと、例えば夕方6時、それから朝6時のその移動時間も計測いたします。そして同じペアですね、ポイント A からポイント B を Google マップを使って計測をするんです。そして、組織的に A と B とカバーをしながら全体的な処置全体も計測していきます。で、より大きな規模でのデータ収集も行っております。ということで、このようなその渋滞指標というものを作ることができるわけです。ですので、そのジャカルタはおそらく非常にシステムも整ってきているということで、いろいろ大きな改善が公共交通において見られるわけです。ですので、その他の都市と比べた場合にはジャカルタがより渋滞度が少ないということになると思います。しかしながら、このオレンジの水平ラインをご覧いただきますと、これが開発途上国の大都市の数字ということになります。500万人以上の人口のあるところですので、ベースラインの平均を比較していきますと、ジャカルタはまだ渋滞が大きいということがわかります。で、このようなその制度的な方法において、この渋滞度の指標を作っております。もちろんこれは比較の問題でもあります。個人的にはバングラデシュ、ダッカに2年間住んでいたことがあるんですけれども、ダッカの交通渋滞が最悪なんだと思っております。マニラよりもひどいと思っているんですけれども、マニラの方がこのインデックスを見ればダッカよりも若干悪いということになっています。このデータはより信頼性が高いと思います。というのは、システマティックに Google マップを活用し、そしてより大きな大都市を含んだ面積をカバーしているからです。申し訳ないんですけれども、ほぼ時間切れとなっておりますので、最後の質問を受けたいと思います。NHK ワールドの福島優子です。この民間債務のアジアにおける上昇というのが下方下振れリスクであるということだとおっしゃっていましたけれども、このアジアの開発途上国において GDP の押し下げ要因にどういうふうになりますか。債務というのは非常に重要な問題であります。企業においても、このクレジットマーケットへのアクセスというのは非常に重要な点になります。特に利益を担保する、あるいはその良いプロジェクトを施行するためには重要になります。ですので、そのいいクレジットへのアクセス、あるいはその住宅取得能力、こういったその住宅ローンを実現するということは、やはりその国民のための幸福にも非常に重要なことでもあります。ですので、必ずしも債務というものがアジアにおいては、この蓄積されたものがその経済的な成長を抑えているとは考えております。しかしながら、潜在的な懸念はあります。しかしながら、この公的な債務 GDP 対比というのは 50% 以下になっております。しかしながら、その民間債務が GDP に対しては中には 100% 以上になっているところもあります。そしてまた情報上昇傾向もあります。で、何らかのその金融ショック、あるいはその経済ショックがここに、起きたならば、こういった健全な債務がその支払い不能になってくる問題もあり得るわけです。で、こういった潜在的な問題というものを私どもの方は着目をしております。ですので、政府もこういった潜在的なリスクを抑え込む努力をしていただきたいと思います。以上で、澤田さん、大変興味深いプレゼンテーションありがとうございます。もう時間切れとなっております。ですので、香港での状況に関わらず、東京にまた戻ってきていただきたいと思いますけれども、そしてまた FCCJ の返還のオナラリーマンバーシップを差し上げたいと思います。ありがとうございます。以上で、本日は終了とさせていただきます。ありがとうございました。